ハウンズロータウン駅はかつてロンドン西部ハウンズローにあったロンドン地下鉄の鉄道駅である。この駅はハウンズローハイストリートの東端キングスレーロードとの交差点に設けられていた。跡地はハウンズローバス車庫となった。ハウンズロータウン駅は1883年5月1日に当時のメトロポリタンディストリクト鉄道の アクトンタウン駅からの新たな延伸線の終点として開業した。この駅は路線をさらに南方に延伸し、ハウンズロー駅付近でロンドンサウスウェスタン鉄道に接続させるという意図から設けられていた。このため駅の南側にあるハウンズローハイストリートを高架で越えられるように駅のプラットフォームは道路よりも高い位置に設けられていた。しかし、 MDR 経由のロンドン中心部へのルートが自社のウォータールー駅行きの路線と競合することになると判断した L&SWR の反対によって MDR の接続は結局実現することはなかった。1884年ハウンズロータウン駅より少し北の位置から分岐しハウンズローバラック駅に至る支線が建設された。この支線は単線で当初は ハウンズローバラック駅からオスタレースプリンググローブ駅まで途中に駅は存在していなかった。ハウンズロータウン駅以南の延伸に失敗した MDR は新たに建設したバラック支線の方に関心を移し1886年3月31日に開業から3年も経っていなかったハウンズロータウン駅を閉鎖した。翌日4月1日には 代替駅として新たに、ヘストンハウンズロー駅が、バラック支線に開業した。1903年に、ハウンズロータウン駅が再開され、列車はオスタレー駅で分岐して、一部がハウンズローセントラルを経由して、ハウンズローウエストに向かい、他の便は、ハウンズロータウンまでの短距離のシャトルとして、運行されるようになった。 MDR の路線の電化は1903年から1905年にかけて行われ、1905年6月13日には、ハウンズロー支線でも記者から電車への移行が行われた。この電化の際に、オスタル駅からハウンズローセントラル駅へ直接向かう路線は閉鎖され、ハウンズロータウン駅からハウンズローセントラル駅へ直接向かう新線が設けられた。 オスタル駅からハウンズロータウン駅まで来た電車は、ここで進行方向転換をして、ハウンズローセントラル駅やハウンズローウエスト駅へと向かった。この運行方法はうまくいかず、短期間で打ち切られた。1909年5月2日に、オスタル駅からハウンズローセントラル駅へ直接向かう路線が再開され、ハウンズロータウン駅とそこにつながっていた日本の 接続線は廃止された。これに代わって新たなハウンズロータウン駅が、オスタル駅とハウンズローセントラル駅の間、旧駅から300メートルほど西に設置され、旧駅と、そこにつながっていた線路は、完全に廃止された。現在では、旧ハウンズロータウン駅の施設は何も残されておらず、跡地は、ロンドンユナイテッドバスウェイが管理する、ハウンズローバスステーションとなっている。わずかに、 バスステーションの前に設置された説明板がハウンズロータウン駅の簡単な歴史を記しているのみである。2007年には車庫自体も大幅に改装される予定となっている。ハウンズロー周辺の鉄道路線、鉄道駅の運行時期を示した地図、ありがとうございます。